フィニステレ岬の位置フィニステレ岬、またはフィステーラ岬は、スペイン北西部ガリシア州の西に大西洋を望む岩勝ちの半島。フィステーラ東大スペイン最西端であるトーリニャン岬から見た夕日フィニステレの地名は、ラテン語のフィニスターに由来しており、陸地の終わりを意味している。なお、ビスケー湾を挟んだ位置にあるフランスのフィニステール県の名前も同じ由来を持つ。 陸地の終わりを由来としているが、ユーラシア大陸最西端はポルトガルにある、ロカ岬である。フィニステレ岬にある山を、モンテファチョットイ、高さは、海抜238メートルである。山頂には有名な灯台が置かれている。岬は、自治体フィステーラに属する。ガリシア大西洋岸のフィニステレ岬フィニステレ。岬には、オレストロ、アルネラ、マルデフォラ、ランゴステーラ、 リベーラ、コルベイロといった風光明美な浜辺がある。浜辺の多くはマーレテネブロスムに落ち込んでいる急春な崖によって区切られている。この地域には宗教的な伝説に彩られた岩がいくつか存在する。例えば聖なる石、ワイン染めの石、石の椅子などであり、ケルトの老女神オルカベラの墓石と呼ばれるものもその一つである。フィニステレミサキは 聖ヤコブの道の多くの巡礼者の最終的な目的地ともなっている。サンティアゴでコンポステーラから9 0トルの距離にあるフィニステレ岬では巡礼者が彼らの旅の終わりに服またはブーツを燃やすことが近年の習慣となっていた。しかし2010年に環境問題から禁止され標識も立てられた。が2016年8月に服を燃やしていた。 巡礼者によって、再び火災が引き起こされ、二人のイタリア人が逮捕、されているフィニステレへの巡礼の起源は定かではない。しかし、それは、起源前から信じられていたと思われる、世界の果てとしてのフィニステレの位置と関係している。その伝統は、中世にも受け継がれ、サンティアゴでコンポステーラからフィニステレまでの道沿いに、巡礼者の必要を満たすための病院も作られた。 一部の巡礼者は、歩いて1日の皇帝であるム虫ンにも足を伸ばす。北部ヨーロッパから地中海へのルート上の突出した陸標であることから、フィニステレ岬の海戦と呼ばれる戦いが付近で何度か行われてきた。またこの地の海岸は、数多くの船が難破したことから、地元では、コスタダモルテすなわち、死の海岸と呼ばれている。1870年には、 イギリス海軍の鋼鉄艦、キャプテンが遭難し、約500名の死者を出した。また、大英帝国の植民地統治に関する法律の1766年改正法などでは、特定の商品をフィニステレミの井戸を超えて植民地艦で移送することを禁じていた。例えば砂糖キビをジャマイカから直接のバスコシアに運ぶことはできなかった。法律は、 そのような場合にはまずサトウキビはジャマイカからイングランドまで運ばれることを求めており、その後、ノバスコシアに再輸出されることになっていた。フィステーラ岬を西から見た航空写真ヨーロッパ大陸の最西端は、ポルトガルのロカ岬であり、ここよりおよそ 16.5km 西にある。ヘリテッジ、ピルグリメジアンドザカミーノツーフィニステア。 ウォーキングツーザエンドオブザーアルド P199A スドトレイディチオンでクワイマールプレンデイスプロボカー運輪センディオンロカボフィステラ A スドトレイディチオンでクワイマールプレンデイスプロボカー運輪センディオンロカボフィステラ沈没したタンカーから漂着した油2002年11月19日の BBC ニュースによるありがとうございます